松です。なんかこういう素晴らしいイベントを開催していただいて、映画これからですけど、なんか盛り上がっここから盛り上がってくれればなと思ってますと思ってたんですけど、ちょっとさっき飲んでしまって、ちょっと今酔いが回ってます。僕が喋ってる時は飲食タイムっていうことにしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。富永監督もお願いします。はい、今日はご来場ありがとうございます。監督富永と申します。僕はちょっとビールいっぱいいただいたりちょうどいいかなと思っています。まだ劇場公開の直前のタイミングですので、中身に関してはあまり詳しくお話ししにくいところではあるんですけどね。さっき南さんがいきなりエンディングテーマが入ってくれたので、なんか早く南さんとも話したいなと思いつつ、南さんと話すとかなりネタバレ話しかないので、はい、ちょっと劇場が公開始まったらまたこういうふうにね、皆さんにお話したいなと思っております。今日はですね、その「ハケとボケの間に」という映画の中 の、 その音楽の話、であったり、池松君と、監督の僕自身が、映画の中で音楽をどういうふうに考えてきたかみたいな、そんな話ができたら、させてもらえたら、今日は僕らとしてはありがたいなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではおかけいただいて、ほろ酔いのお二人とお届けしたいと思いますが、さあまずノンシャラントを南さんが演奏してくださいましたが、池松さんいかがでしたか、もうオープニングから。いやー、なんかもう素晴らしかったですね。出来上がりの時に本編で初めて聞いて、まだ音源がないのでそれ以来聞きましたけど、やっぱりなんかね、素晴らしいですね。はい、ですよ。ノンシャラントって今監督、先ほど南さんもおっしゃってましたけど、日本語にすると難しいんですね。その雰囲気を、映画の中でも私はこれがノンシャラントかっていう、その軽妙さを感じてたんですが、そのあたりって意識されてました？いや、僕は日本語にすると難しいかどうかも知らないんですけど、宮城さんのご本の中で、本の中でこの話をしてもいいと思うんですけど、宮城さんが書かれた本の中で、そのさっきもお話しされてた宮城さんのお師匠の宅浩二さんという大ピアニストの言葉として、日本語にしにくいっていう、ただ音楽っていうのはもっと気ままにやるもんじゃないかみたいな、そういうふうに若い宮城さんを諭したというふうなこと、ちょっと繰り返しになりますけど、そういう場面が宮城さんのエッセイの中にあって、これは絶対映画の中でやろうと、はい、っていうシーンは映画の中にあります。はい、でそこで、佐野史郎さんが日本語に訳すのは難しいんだがねってやっぱり言うんですよね。これぐらいだとネタバレでも何でもないんですけれども、っていうシーンは僕は南さんがすごく大事なエピソードとして書かれているというふうに受け取ったので、で、池松君演じる主人公が何かに開眼する瞬間だというふうにも脚本の中で設定して、そのシーンで佐野史郎さんが手本を見せるぞみたいな感じでピアノ弾いてるんですけど、ここから先は南さんの手です、はい、言っていいですよねこれぐらい、はい、この曲、今やってくださった曲ではないんですけれども、はい、ちょっとそういうところも劇場でちょっとは、ね、気にしといてもらえたらと思います。そのこう気ままさというのは、今回キャスティングにもちょっと現れてるのかなと思いました。そのこうなんていうんですかね、こう昭和の気ままを体現する方々が結構集まってらっしゃる、昭和平成のそんな気がしたんですが。松尾さんですか？とかそうですね、今あえてあげなかったんですけど、松尾さんは面白かったですよね。さすがだなと。横弦に松尾さん映ってる部分だけが強いですかね、はい、松尾さんが、池松君演じる主人公のこと大好きすぎて、俺の曲を弾いてくれという裏社会の親分の役で出てくるんですけど、松尾隆さんは、
まあ、ちょっとすごい俳優さんですけれども、俳優以外にもすごい活動もされている方なので、なんていうんですかね、完全にもう松尾隆衆が消えた、まあ、昭和末期に本当にいたんじゃないかと思われそうな、やばいおじさんみたいな感じで出てきてますね、はい、そうなんですよ。あの先ほどちょっとこう弾いてるシーンの話も先ほどされてましたけども、池松さんは今回でもゴッドファーザーのテーマ、愛のテーマってご自身で演奏されたじゃないですか。ちょっと前にあの完成披露試写会でも伺ったんですが、どれぐらい期間練習されたんですか。半年間やりましたね、はい、結構詰めてもう毎日のように弾かれてたんですか。今回小谷さんと、一緒でその音楽監修として入ってくださった鈴木先生、鈴木さんに、週一で習って、あとは家で弾いてました。はい、今回その二役、しかもどちらもピアニストですけれども、南と博士を演じられるというところの大変さって特にどういうところでした？大変さはあんまりないですけど、そのなかなかない経験なので。一作で二役をやるっていうことは、まあ、これちょっと見てもらえれば分かるんですけど、ですね、まあ、二役といえども、あ、なんて言えばいいのかな、まあいっか、だから、まあ、その二役できるっていうことをとにかく楽しもうと、二つの役がものすごく、なんて言うんですかね、人生が混ざっていくんですね。そのことをこう楽しみながら、どうやって混ざっていくか、どう演じ分けるか、あんまり答えになってないですけど、むしろ楽しんでました、はい、難しかったことピアノですね。アレンジって結構これ、まあ、もちろんジャズですし、ジャズアレンジになってますし、そのあたりは大変だったんじゃないかなと思ったんです。大変でしたね。小谷さんがものすごくかっこいい編曲をしてくださって、やりますって言ったことを何度後悔したことか、まあ、これも映画の中でそのキーワードのセリフとして、俺は一体何をやってるんだっていうセリフが結構出てくるんですけど、もう毎日そう思ってましたね、はい、何をやってるんだと、はい、富谷監督としては進捗は聞いてたんですか、その演奏が今どのぐらいに上達してるとかっていうのは。はい、そうですね、練習猛練習してくれてるのは知ってたんですけど、あまり行かないようにしてましたね、うん、なんかすごい大変なことをお願いしてるのは分かってるんですけど、まあ、まさかですね、本当に撮影の段階になって、まあ、まさかここまでという、なのでゴッドファーザー愛のテーマを、しかも原曲からかなり小谷くんがアレンジしたものを、本来は作中で使う音は小谷くんが弾いた音を使って、それを弾いてるお芝居を完璧にしてもらうために練習してくれてたわけですね。だけどその練習、その指のお芝居のために半年間練習してくれてたら、音の方も完璧に何ですか、小林君が見てもこれ使えますよっていうことだったので、だからゴッドファーザー愛のテーマに関しては池松君が弾いてる、まあ、撮影現場で同時録音した音を使いました。って言いましたよね。もう登録使っていいからちょっと勘弁してくださいって言われたんですけど、いや絶対もうこれ大丈夫だから、まあ、それは予告編でも、もう使ってるものですので、まあ、その全体像は劇場でぜひ、はい、あ、これかっていうふうになると思います。本当にすごい演奏でした、はい、そうですよね。映画というと、まあ、もちろんいろんな形があると思うんですが、演奏してる手元で音は別のっていうことも結構ある話ですが、池松さん、その、まあ、もちろん運指だけじゃなくて、その力強さであるとか、ピアノってただ弾くのも大変なのに、ジャズになるとまたさらにちょっと違うじゃないですか。練習はもう小谷さんにこうそのままこう
一生懸命やるっていう形で覚えてたんですか？そうですね、楽譜も読めないんで、最初にどこか教えてもらわないと間違えるんですよ、ずっと音を。だから最初にあれここでしたっけって言って、その指で覚えた通り弾いてましたね。でもやっぱそのまさか音まで使われると思ってなかったので、なんか富永さんの愛情を感じましたね。ワイリーさんから何かアドバイスというか、ここをこうするとさらにいいよみたいなことってあったんですか？ペダルの踏み方とかもよく分かってないんですよね。そのタイミングを結構直してもらいましたね。そうですよね。これでも本当に演奏中でされてるので皆さん驚くと思います。それを聞いてから映画をまた見ると、はい。いやなんかね、せっかくなら弾きたかったんですけど今日。あ、ありますけどね。ただもう撮影から1年触ってないんで多分一切弾けないです。はい、すいません。いや自らそんな前振りをくださる俳優さんいるんだと思ってびっくりしちゃいました。弾いていいですよって宣伝プロデューサーが言ってますけども。今回並々ならぬジャズへの愛が本当に、音楽愛が富永監督感じられますが、ちょっと前もお話を伺ったんですけれども、監督ご自身がジャズ喫茶で12年ほどバイトされてたんですよね。またその話してすいません。はい、また僕のバイト事情、はい、1分ぐらいしか持たない話です。四ツ谷にイーグルっていう有名なジャズ喫茶があるんですけど、僕そこで学生の頃から35歳までアルバイトしててレコードかけたりしてたんですね。単なるバイトの話ですけど、その頃にイーストワークスっていうジャズのレコード会社の人たちととも、ちょっと別な経緯で知って、知り合って、タワーレコードのイントキシケートとかそういうジャズ系 の、 レーベルやってる人たちと知り合ったことで、いろんな国内 の、 ジャズミュージシャンの人たちとのライブの撮影の仕事をさせてもらえるようになったんですね。それはジャズ喫茶と並行してだから、ジャズ喫茶とライブ撮影と映画作りを並行してやったんですけど、その中である 日、 カメラを据えてステージのを撮ってる時に出てたのが南博さん で、もちろん演奏は僕 CD 持ってたし聴いてたんですけど、その時に見た南さん の、 そのなんかステージ上で の、 そのピアノの使い方みたいなものは、後に発見と国境の間に銀座ピアニストエイジを読んだ時に、あ、なるほどなというふうな、おそらくノンシャラントっていうものが自然に南さん、ご自分 の、 そのジャズの演奏の中にも勝手に手から出てるんだろうなっていうふうな、それは振り返って思いましたね。自分が映画をさせてもらう時にも、そういえば南さんもライブ撮ったことあったなっていうふうな、で、そういう 見てきたものが池松君にこう現場で、ね、こんなふうにやってくださいみたいなことをもしかして言ったかもしれないなと思います、はい。何か監督から池松さん聞いてたこととか、こういう風にしようみたいな作品の方向性であるとか役に関してってお伝えいただいたことってあったんですか？もう本当数えきれないほどのその何て言うんでしょう、その対話をしてきましたけど、ノンシャラントっていう言葉を使っていたかどうかは分からないけれども、なんかこう感覚としてそういうことを、お互い、話してたと思います。だしやっぱり富永さんの映画はそもそもやっぱりノンシャラントを感じますよね、そう言ってもらえるとジャズファンでよかったなと思います。ノンシャラントを映像化するってとっても難しいというか、 ね、そうですよね。その空気感をまさにこう体現している映画だなと思うんですけれども、あとは今日も演奏をこの後していただくんですけれども、松丸圭さんのキャスティングについては監督、これどんな風にされたんですか？はい、ですね、松丸圭君は2年ぐらい前に、ミュージックビデオの撮影で知り合ったんですね。それは圭君がメンバーのバンド
SMTK っていう石若俊さん、ドラムの石若俊さんとベースのマーティー・ホロベックさんとギターの細井徳太郎さんと K 君の4人がやってるバンドにドスモノスっていうあのヒップホップの、ね、チームが、まあ、その3人はもともと友達だったんですけど、まあ、一緒にやるっていうん で僕が監督で呼ばれて、その時にあの K 君がサックス吹いてる姿を見て、これめちゃくちゃかっこいい人がいるなと思って、そういえば白鍵と黒鍵の間にってサックス奏者出てくるんだと思って、ちょっと その時にちょっとこれは覚えとかなきゃいけないと思って、まあ演奏その時に演奏を初めて K 君のやつ初めて見たんですけど、その後ライブとか見に行くようになって、である時そのライブ終わった後に話しに行って、ライブ終わった後のミュージシャンってやっぱりすごい機嫌がいいじゃないですか、やりきってこうね、わーいみたいな感じの時に映画に出てって言ったら、はいって即答してくれていいタイミングで行ったなと思って、はい、でそっから1年後ぐらいですかね、撮影は、はい、いや本当にね、現場で宗介くんがね、うん、K くんと、まあ、どのシーンも2人一緒なんで、うん、なんか一緒になんか話してるのってちょっと感慨深かったですね、その時は、主人公のかつての相棒っていうポジションのサックス奏者の役なんで、南さんの本にも当然出てくる方がモデルになってるんですけど、この映画をちょっと僕からすると友達の映画というふうに思ってる側面もあるので、はい、ちょっと現場でのそういうところを見た時には間違ってなかったなと思いました。はい、そうですか。池間さんは一緒に、まあ、今回俳優としてご出演されてる松村さんというのはいかがでした？いやこれはもう見ていただければ分かるんですけど、やっぱり俳優に出せない空気って絶対にあるんですね。その人が持つもう本当にこう作り物じゃない、生きてきたそのなんていうんですかね、まあ、オーラみたいなもんでしょうけど、本当に心がいい人で、それがやっぱり役にすごくまあ、富永さんがそういう役にどんどんしてったし、松丸さん的な役にしてったし、ものすごいピュアな、なんかこういいエネルギーをこの映画に注いでくれていて、撮影2日間だったんですけど、なんか本当に楽しかったんですよね。あとはやっぱりその目の前でサックスを吹かれると、いやとんでもないですね、やっぱすごいなと思いながら、はい、今日もこの後ここですもんね、この距離感で聞けるっていうのは、ね、そうなんですよ、僕は今日喋りに来たんじゃなくて、ね、南さんとお三方の、ね、音を聞きに来たんですよね。なのに上がって喋ってるなみたいな気持ちですよね、今きっと聞くんですか。いやいやいや、お二人の後に一番最後に、そうです、そうです。今ちょっとお話ありましたけど、監督こうやっぱり役者陣の中にちょっとこう、まあ、ミュージシャンの方であるとか違う空気の方が入ると、周りの方のそのお芝居であるとか何か影響があったり、こう自然にならざるを得ないというか、その佇まい変わったりするんですか、そういうことって。それを狙ってるわけではないんですけど、なんかそんな作詞みたいなことは考えないんですけど、なんていうんですかね、俳優さんの凄さはもうやっぱり誰が相手でも、これは嘘だっていうことを作れるのが、はい、絶対に多少ね素が出るかもしれないですけど、絶対に嘘のシーンを作れるのがすごいことで、これはど素人のって俳優じゃない、まあ、例えば僕とかが俳優じゃないですけど、テストでちょっと代わりに動いてみてもこれって何にもできないわけですよ、だからそれは宗介君とか他の出演者の皆さんみんなが俳優同士だって初対面だったら、はいね、何してくるか分かんないので、テストの中でなんかこういうことしてきそうだなっていうことを多分合わせて、それは呼吸の中でそういうことを台本と呼吸の中で
見つけるんだと思うんですけれども、そういうのをカメラどこに置けば、ね、ちゃんと撮れるかということを、はい、そういうことを考えながら、あまり長い撮影会ではなかったんですけれども、撮影中は本当に楽しかったですね、はい。そういう意味で言うと、まあ、あんまりネタバレにならないようにお話ししますけど、ピアノを使って池松さんと、まあ、松丸さんがセッションするようなシーンもちょっとあったりしますが、そのあたりは池松さんいかがでした？僕あのシーンがやっぱ一番好きですね。なんか何だろうな、すごいんですよ。なんかこう本当にこう人、そもそもこの映画ちょっと不思議な作りをしていて、すごくファンタジックでイマジンで、こう人生のメタファーが詰まってるような作品になってるんですね。で、その本当にこうなんか人生のフラッシュバックを見てるようなものすごいシーンに仕上がっていて、まあ、簡単に言うとなんていうんですかね、ノンシャラントって何なのかが分からなくなって、俺は一体何を今銀座でピアノを弾きながら俺は本当にこれでいいのかって迷った主人公が外に散歩に行って、でそしたら久しぶりに3年ぶりに友達に再会して、友達がゴミ溜めの中でサックスを吹いてるんですね。でそこにピアノが捨ててあるんですよ。そのボロボロのピアノを弾きながら2人でセッションするシーンなんですけど、まあ、ちょっともうぜひ見てもらいたいですね。一番好きかもしれないですね。あのシーンのことをパンフレットに僕書いたんですよ。まあ、いろんなこと書いたんですけど、あのシーンのことやっぱりちょっと書いておかないとなと思いましたね。確かもう本当に最後に撮りましたよね。一番最後に、最終日の一番最後に撮りましたよね。YouTube で上がってますよね。そのシーンのダイジェストが数日前に多分上がってるんで、もし気になった方は見ていただきたいなと思うんですけど、本当に。そうですね。あのシーンは言いますか、もう練習してないんです。っていうのはこれまたなんか現場のメイキングみたいな話になるんですけども、小帰り君と K 君が実際にそこで即興なセッションをやって、それを録音して、で小帰り君の演奏を宗介君がじっと見て、本番はその音を流しながらその小帰り君が弾いた通りに演じなきゃいけないんですよ、カメラ回ってる時に。だから練習期間がなかったのによくできたなと思って。いや、できてないですよ。できてないんですけど、なんか太鼓の達人みたいなね、タイミングさえ合ってればいいかな。